治すための炎症をうまく使うということが非常にポイントになります。はい、どうも BNL 体だけで南までです。今回はですね、すぐに動けるようになるライス処置、これをお伝えしていきたいと思います。ライス処置って何ですか？はい、これライス処置っていうのは、例えば怪我した時にアイシングしたりだとか、あとは固定したりとかするっていう、まあいわゆるその処置の方法のことの総称になります。見たことあります。それがライス処置っていうんですね。はい、そうです。でこれはもちろんトレーナーの方ってまあ勉強するんですけども、これをちゃんとやれば早く治るようになるライス処置っていうのがあります。競技によっては怪我の絶えない競技もあるので、それは皆さん知りたいと思います。はい、ということですよね。なのでじゃあこれをね、しっかりと解説していきますので、本編にどうぞ。はい、では本題入っていきます。脳から考える急性外傷の正しいライス処置、これをですねお伝えしていきます。まずですね、急性外傷というのはですね、いわゆるまあ怪我というものです。例えば捻挫であったり打撲、肉離れ、こういったものを指します。で例えばですね、怪我をした時に擦り傷や、例えば切り傷みたいなことをしてしまうんですけども、まあ、今回はですね、その皮膚の怪我っていうのは一回ちょっと除外して、考えてみてほしいと思います。でこの今回この怪我、これね、本当にいろんな競技でね多いんですけども、この怪我の処置をですね、やっぱ皆さん知らなすぎるっていうのが正直なところです。実際ですね、きっちりやれば人間の体っていうのは、治る力ってどんどんあります。でそれを正確に働かせることで期間を縮めることができます。でまず今回ですね、怪我というところなんですけども、怪我が起きるとですね、皆さん絶対起こってくるのがですね、まずイメージは腫れるっていうことがあるんじゃないかなと思います。でこの腫れるっていうこと、これからまず紐解いていきたいと思います。なぜ腫れるのかというところから、いきますけども、答えはですね、組織が壊れて出血し炎症が起こるからということになります。怪我した時にではですね、肉離れといっても、筋肉だけではなくて人体であったりね、あとは皮下の脂肪であったりだとか皮膚、こういうのもね損傷したりします。こういうのがですね、損傷した時にやっぱ細胞が壊れるので出血ってするわけですよ。その後です。その後に炎症っていうのが起こってきます。この炎症ってじゃあなんで起こるんでしょうって話なんですよ。要はまあその細かいメカニズムは一回置いときますけども、簡単に言うとです、治すためなんですね。治すためなんですけども、その治すための炎症をうまく使うということが非常にポイントになります。特にね、炎症の特徴としましては、こういった形です。発赤赤くなったり、ね、熱が出たりで、あとは、疼痛ってうずくような形ですね。でこういうのがあったりします。で他にもですね、腫れたりだとか機能障害っていうのが起こったりするんですけども、同じように腫れたりとか機能障害が起こっても炎症とむくみは違うんです。むくみっていうのはこの上の部分っていうのを伴わないことが、むくみです。でこれを伴うと炎症というふうに判断してもらったら、まあ、非常に見分けがつきやすいんじゃないかなと思うんですけども、これらをですね正確に見極めて、何をしていくかっていうことはちゃんとやっていけば、セルフケアであってもかなり怪我のスピードはね、治るのが早くなります。なので、ここのまず治すための炎症というところ、ここをしっかり理解しておいてください。でその中でやはりライス処置っていうのはですね、トレーナーの方とかも皆さん勉強してると思うんですけど、実際これっていうのは炎症を抑えるためにやるっていうことが、結構ポイントになってます。もちろん炎症を抑えることによって、より治る期間が早くっていうことも昔はそうだったと思うんですけども、実際は僕自身もね、専門学校でそうやって習いましたけども、じゃあ実際現場でですね、そういったやり方だとやっぱり時間かかるんですよね。今回このライス処置っていうのは、まあね、皆さんの一般の方は馴染みないんですけども、まあ、こういう風な形で4つ分かれてますね。レスト安静、アイシング冷却、コンプレッション圧迫、エレベーション挙上、この頭文字を取ったものがライス処置と呼ばれます。何するかというとこういうことをしますけど、本当にその後の細かいところっていうのが結構皆さんね伝わってないね、もしくは脳から考えるということをねできてないので、まあ、どうしても、急性の怪我で時間かかっちゃうんじゃないかなと思ってます。でこれはじゃあ脳から考えた時にどういうふうなことをしたらいいかね、これをお伝えしていきます。まず1つ目、安静です。安静は患部だけ安静で他は動かすということをしましょうということです。これ例えばじゃあ足首捻挫したとしましたね、足首は動かせません、痛いですからね。けど体っていうのは痛いことしたら緊張します。けど痛くないことしてたら緊張はどんどんほぐれていきます。なので患部さえ動かさなければ他を動かした方がいいんですよね。正直言うと安静にしてくださいって病院に言われますね。けど正直それはですね、僕は病院の怠慢だと思います。実際にこの他のところを動かすとですね、患部の血流も良くなるんですよ。そうすると炎症の部分っていうのは腫れることによって栄養を集めますね。で栄養が集めたものを老廃物、今度ね
いらないものができているわけですから、それを流していくという作業をしなきゃダメなわけなんですけども、その血流が悪いということでどんどん治りが悪くなるわけです。この血流を良くするということが、今回ポイントになってくるので、ここしっかりまず覚えておいてください。はい、次です。で、次アイシングね、これもね代表的です。怪我した瞬間は冷やした方がいい、これはもう通説だと思うんですけども、じゃあどれぐらいっていうところなんです。で、どれぐらいの温度で時間で、これがねなかなか、紐解かれてないということだと思います。これ冷却はですね10分15分熱を取るだけで継続はしないということ、これになります。実際ですね、じゃあ氷でね冷やす、これでかなりね痛みも軽減されます。軽減されたことによって、かつ熱が引くことによって炎症は引きますけど、実際壊れた組織をそのままにしてると結局まだ腫れてくるんですよね。なんでかっていうと体治そうとするわけなんで。で、じゃあここポイントなんですけど、10分15分ぐらいにしといてくださいってことです。熱があるなら10分15分やって、そこから外す、これを何セットか繰り返すということになるんですけども、実は冷やしすぎるとですね、冷却っていうのは氷でやるわけですから、本当に、まあ0度までいかないですけども、1桁台の温度なわけです。その状況で細胞が働くかっていうと働かないんですよ。熱が出る理由っていうのは細胞を活性化させるためなんです。この活性化させるための熱をですね、必要以上に取ってしまうと、これどんどん悪くなっちゃうんですね。なので要は細胞が活性化しないんで、ずっとこうやって継続してね、バケツとか足突っ込んでると腫れたままになります。なのでこのところをしっかりとね理解していただければいいんじゃないかなと思います。で、次圧迫です。この圧迫っていうのは、本来だったらギュッとこう圧かけてそれを腫れないように防ぐということをするんですけども、僕ちょっとそれはねあまり良くないかなと思ってます。はい、軽く当てて締めすぎない程度にしましょうということです。これ実際、軽く当てる、じゃあどれぐらいですかって言ったら、包帯ね、ギュッて締めるんじゃなくて包帯巻くとか、例として足首だったら足首のところに、圧の弱い靴下を履く。こんなんでもですね、人間の体ってそれで圧かかってるように感じるんで、物理的に圧加えるんじゃなくて、圧がかかってるというだけで十分これは効果あったりします。で、今度じゃあ締めすぎるとどうなるかっていうと、そこの部分が腫れようとしていくわけですよ。炎症起きた部分が腫れていくんですけども、この腫れていくのを無理やり止めようとするんで、中はですねパンパンになるわけです。このパンパンになった時どうなるかっていうと、その中の組織まで全部血流が悪くなるわけですよ。実際うちに、来ていただいた方たちとかっていうのは、捻挫して初日ぐるぐるに固定してきますけども、その場で外してもらって、もうその日からもう治療した後外してもらって生活してもらうということをします。患部だけは安静にしてもらって、他は動かしたりっていうふうにします。こういった考え方でやっていきます。はい、でラスト、この挙上です。これ挙上はですね、これまあ僕は正直、一番この中ではね肯定派なんですけども、まあ拍動感があるなら挙上しましょうって感じですね。拍動感で何かっていうと、まあね怪我した方わかると思うんですけど、なんかそのね部分がドクドクするって感じです。このドクドクするっていう感じをあるんだったら、まあちょっと上にしておいて、まあいわゆるこのむくまないようにしましょうっていう形、まあ僕はこれを取ったらいいんじゃないかなと思います。なので逆に言うと、そういうドクドクした感じがないんであれば、もう別にね無理に上げとく必要ないんじゃないかなっていうのが僕の見解です。実際この下の方にね降りてきてむくんだとしても、別に上に上げるんじゃなくて、こうやって動かせばむくみって引いてきますので、ぜひですねそういう考え方でちょっと実は、怪我してるけど動かすっていうね、この考え方ちょっと持ってもらったらいいと思います。ただですね、やっぱこのライス調子っていうのをね正確にしてもですね、やっぱりその後のリハビリが大事なわけですよ。で、実際今細かいリハビリの方法っていうのは、まあ、なかなかねこの口頭でお伝えするのも難しいですし、状況によって違うので、まあなかなかこうしたらいいっていうのは難しいんですけども、まあ一応この考え方を持ってですね、プラスアルファです。プラスアルファ。早期回復するためにっていうところなんですけども、まずここです。一つ目、栄養補給。これやっぱ壊れた時っていうのは、体っていうのは、その材料がないと修復できないわけですよ。で、この修復をするための材料をしっかりと入れる必要があるわけですね。なので、食事はしっかりとった方がいいです。もちろんむやみやたらに、お菓子とかそんなんではなくて、しっかりと栄養のあるものをね、タンパク質であったり炭水化物であったり、あとはもう野菜とかのビタミンとかミネラル、こういうのをねしっかり摂るっていうのは僕はポイントになるかと思いますね。実際そのそれぞれのね栄養素が作用して、その体っていうのは蘇生していくので、これをまあポイントに覚えてもらっていいんじゃないかなと思います。で、あともう一個、痛くない範囲で動かしましょうということです。ここでありましたけども、患部だけ安静にして他動かすっていう形で、まあ、ただね響くことがあるんですよ、痛みがね、ちょっと触れたりして、なんか響いてって感じになると思うんですけども、ただ痛くない範囲ではいくらでも動かしていいですよって話もしましたね。もっと言うとですね、患部もずっと固定しておくんじゃなくて、痛くない範囲をどんどん動かした方が早くなりますね。これは血流の話もありますし、もう一個、人間っていうのは脳から神経の指令をね、出して
筋肉に行くわけです。この神経の指令を活かしておいた方が実は早くなるわけですよ、ね、もちろんそれずっと固めたら神経の指令いかなくなるんで使わなくなるんで治りが遅くなると、こういったことになるわけです。なので今回脳から考えるというふうに、お伝えしていったのはそのためではありますね。ということで、まあ、今回ライス処置ですね、実際ですね、ガチガチに固定して終わりっていうのが結構あります。そんなことしてるから時間かかるんですよ。3週間4週間かかるんです。実際ね、うちの選手もレスリングの選手で全治も約半年ぐらいって言われました。膝の外側の靭帯と後十字の靭帯を2度損傷って言ってね、まあ、完全に切れてないけどもっていう形になりましたけども、その選手2ヶ月後に世界大会で優勝してますね。これは実際に奇跡ではなくて、ちゃんと原理に当てはめて理論でやって、あとはその手技とかリハビリをちゃんとすれば、すごく効果がちゃんと出てきますので、まあ、ぜひですねこの考え方参考にしていただければと思います。もしですねわからないことございましたら、まあ、ケースバイがたくさんあるのでね、コメントとか、でご質問いただければと思いますし、まあ、また動画の評価、お願いしたいと思います。ということで本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。質問なんですけど、はい、早く治るために栄養補給とありましたが、サプリメントでもいいんですか？はい、ですね、これまあ痛みがある時っていうのはどうしても食欲が減ったりするんで、それをですね、まあ、その足りない分をサプリメントで補給するっていうのは非常にいいと思います。例えばどんなのがいいですか？例えばタンパク質とかだったら、プロテインってありますよね、シェーカーとかで振るあれが非常にいいと思いますし、あとはビタミンとかミネラルっていうのもこれ錠剤とかで売ったりしてるんで、まあ、それをねしっかり取ることで、まあ、修復が早くなるっていう形なんで、それがベストかなと思います。わかりました、ありがとうございます。怪我の時の病院のリハビリは意味あるんでしょうか？はい、まあ、なかなか攻めた質問だと思うんですけども、これはまあ正直言うと意味はあるけどもすごく時間はかかるって感じの印象です。なんでですか？固定するじゃないですか。固定した時に安静期間がやっぱ長いっていうのがあるんですよ。であとどうしても足首痛めたら足首の部分のリハビリになるんで、まあ、本来のパフォーマンス取り戻そうと思ったら全身でやらなきゃダメなんで、まあ、そこが結局何度でもかかるから時間がかかるっていうイメージですね。そういうことですね。だから山根先生のは部分でやらないから復帰が早いんですね。はい、そういうことになります。あと最後なんですけど、はい、冷却ってありますが、怪我の時にサウナって入ってもいいんですか？はい、いやこれ正直ね難しいところなんですけど、まあ、腫れがね強くなければむしろサウナ入った方が治りは良くなるっていうことはありますね。そうなんですね。ちなみにどれくらいの腫れですか？例えば触った時に熱はあるけども極端にボコッと腫れているような状態じゃないだとか、あとはなんかドクドクした感じだったり、あとはそのうずいたりようなね痛みじゃなければ、まあ、むしろサウナ入った方が血流良くして治していくって感じですかね。そういうことですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。